また台風悪さしなければいいけどな。今は九州にいるけど、お願いします。天気良くなってください。よいしょ。さあ出発だ。10時35分。到着予定時間が7時半、ちょうどいいか。あ、でも燃料入れたり買い出ししたらちょっと遅れちゃうかな。夏休みの始まりです。行ってきます。南相馬新地工事通行止めってもう冗談じゃないよ。もうたまに常磐道で行こうかなと思って来たら通行止めだもんな、工事で。やっぱりここに来るまでに通行止め解除にならなかったな。南相馬から新地工事通行止め中です。やっぱり磐越行って郡山から東北道入ります。チェ。今のところ天気はいいけどな、通行止めはちょっと想定外だったな。岩手県さっき入ったよ、一ノ関。4時半、4時半じゃちょうど6時間ぐらいか。11、12、1、2、3、4、ちょうど6時間ぐらい経ったかな。6時間弱。今のところ順調です。雲がちょっとモルゲンチックになってる。夜明けです。水沢2キロバック、太陽出てきた。天気良さそう、今日もこの辺は。200キロぐらいでとりあえず津軽のパーキングだって。津軽のパーキングでセブンイレブンがあるからそこで朝飯買います。あと200キロ、頑張って走り切ります。セブンで山で食う握り飯とちょっとそこで食べる朝飯買いました。パンとおにぎり。ちょっと8時には登山開始できないかな、この調子じゃ。はい、降りました。黒石インター。7時半。7時半ってことは11、12、1、2、3、4、5、6、7、9時間、約9時間弱、9時間ぐらいだな、ここまでかかりました。途中工事で通行止めだったり、それで2、30キロ迂回させられたのかな。あとはちょこちょこ休憩して。9時間かかりました。止まれですね、ここね。よし、左は大台、右は大台と。怪しい、あの雲本当に怪しい。なんかすごいいいところだなこれ。なんか観光チックな 橋だけども、なんか有名な橋なのかな。ちゃんと駐車場があったりして。素敵な橋でした。103号線103にぶつかりました。これ右だね。
よいしょ。止まれ。はい、止まりました。ここからあと 1.9 キロ、3分、あと1分。駐車場をくねくねって曲がって右って書いてあるね。あー、これ酸ヶ湯温泉なんだ。味あるなー。へえー、はい、すいませんね。まあ、なんかツーリングで来るのもいいね。ここだね。着きました、駐車場。およそ100メートル先。こんにちは。登山口どこ？登山口。目的地に到着しました。お疲れ様でした。バイクどこに止めようかな。あ、登山口あそこだな。あ、じゃあ邪魔にならないここの安全地帯に止めとこうかな。そうしよう。ふいし。到着8時11分13分。到着です。はい。8時半ぐらいに着いて、とりあえずほぼ準備完了。駐車場たくさん止まってるけど、まだまだ全然止められます。トイレが、綺麗そうなトイレがあそこにあるね。酸ヶ湯駐車場トイレ、インフォメーションセンター、なんか人気がないけどありますね。キャンプ場も、キャンプ場この550メートル先って書いてあるけどな。で、登山口はどうやらあそこですね。駐車場の目の前です。なんか立派、入り口が。あ、これは山の地図じゃなくて、この辺りの地図だね。高田大岳まで一直線にとりあえず行くだけ行ってみたいと思います。どっちだ？登山口って書いてあるね。ここでいいのかな。じゃあお願いします。お邪魔します。8時40分。車の割にはなんか人気がないから鈴つけました。つけましたというか、鳴るようにしました。一応クマさんにね、存在だけはアピールしとこうかなと思って。蒸し暑。八甲田まで 1.9 キロ。八甲田火山はまだ生きていますということだね。ああ、やばかった、さっき。歩き始めて1時間弱。ちょっとずっとなだらかだったから、ペース早すぎちゃったかな。昨日徹夜でここまで走ってきたから、寝不足っていうのもあるのかな。一瞬クラクラっとしたね。立ちくらみみたいな。やば。久しぶり、こんな感じ。ちょっとペース落として、のんびりめで行こう。硫黄の匂いも結構するね、やっぱりね。よいしょ、よいしょ。いや、ビビったな。この先まだ旅が長いのに、初日でこれじゃ思いやられるけどね。まあ一息入れたら多少復活しました。開けたね。
き始めてちょうど1時間ぐらい、はあ、開けました。左が何なんだろう。そして向こうにも山あるけどね。いいところですね。ちょっと青空じゃないのが残念だけど。あれがちょっと山頂、雲かかっちゃってるけど、あれが大岳みたいだね。そしてあれが小岳ということですね。なるほど。こんにちは。こんにちは。はい、シェイプの山なんですよ。高田大岳が。高田大岳。ああ、なるほどね。それだけだからやっぱりこうきついんですよね。ああ、なるほどね。どっから登ってもきついという。そうなんです。延々登ります。ちょっとまだこういうふうにこうね。あ、そうですね。ちょっとのんびり行ってみます。ありがとうございます。行ってきます？高田大岳。はい、行ってみます。チャレンジャーです、ね。ありがとうございます。気をつけて行ってきます。じゃあお先にどうぞ。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。私たち遅いですか？いや、僕たちも。僕たちっていうか僕も遅いです。なかなか行きましょう。どうもありがとうございます。ちょっとエネルギーがなくなったのかもしれないから、とりあえずプロテインバーでごまかしながら様子見ようかなと思ってますね。高田大岳結構急登らしい。今日の調子でどうだろう。人並みに登って降りてこれるかな。昨日夜美味しいもの食べて、美味しいものっていうかまともな飯食わなかったから。大岳山頂まで 1.7 キロってことですね。そして小岳1478メートルです。これを下って登り返すという感じですね。この小岳から高田大岳に行く間の道が悪いって言ってたね。うわ、綺麗。帰り写真撮ろうかな。今撮っとこうか。なるほど。雨が降った後だとこれはちょっと歩きづらいかもしれないけど、雨降ってないのかな。比較的まだ許せる範囲ですね。これ雨降ってデロデロだったらちょっと本当歩きづらいと思う。よいしょ。滑るだろうしね。ここら辺のこと言ってんのかな。狭いね。なるほど。だんだんちょっと水気が出てきたね。狭いし赤土で滑りそうだし。よいしょ。尻もちつかないように気をつけよう。広いところ来た。いいところ。さっきの花も咲いてる。ああ、今日は歩きやすいんだな。多分これあまりぬかるんでませんね。今日はこの辺なんてもうちょっと湿り気があったらぐちゃぐちゃっぽいもんね。今日は歩きやすいんだ多分。よかった。ここからぐーっと降りる感じですね。おそらくね。
よいしょ。それにしても綺麗な形だな。どうやったんかっていうの。あそこに柱が立ってる。でこっから標準で50分ぐらいってことかな、頂上まで。よいしょ。高田大岳まで距離にしたら800メートル。多分標高にしたら400メートルぐらい上がるのかな。です。え？何？オタマジャクシ？オタマジャクシじゃん。すげえな。なんかここ俺が歩くと。え、すごい。オタマジャクシだね。わかるかな。汗拭こうと思ったら、どっかにタオル落っことした。ピストンだから。これ一本道だからね。道幅細いし。多分あんな汚いタオル誰も拾わないと思うんだけど。参った。汗拭けない。今更どうせ帰り来るからね、戻って取りに行くのは嫌だし、帰りまで我慢しよう。どっか怒ってんべ。結構な急登が続くよ。疲れた。言われた通り急登でーす。しばらくというか多分ずっと頂上まで。なかなか登りごたえありますよ。あー開けた。風がよく通る。ここは気持ちいい。天気良くなったね。空はちょっと雲かかってるけど、大岳もよく見えるわ。帰りは結構いい感じで見れるかな。向こうの山は何だ？あれも越えて帰るんだよな、予定では。のんびりしてられません。頑張ります。頂上の気配があります。その柱ってあれかな。もうあそこってことにしませんか。そろそろ。わーすごい。何山なんだろう。あれ、あっちの方にもかっこいい山あるな。これおかげさまで高田大岳山頂ですね。1559m。 あー意外と疲れた。何度も言うようだけど、はあ、あっちにも町がよく見えるね。あそこに祠がある。ちょっとあそこまで行ってみよう。これ赤トンボっていうの？何トンボっていうのかな？すげえな、これ。トンボの大群だね、これ。いや、風車も回ってるね。いいね。少し、もやってる感じだけど。天気良くなりました。おかげさまで良かった。さあ挨拶しましょう。こんにちは。あ、東方と何島があるの。無事にここまで。お邪魔します。
こうでいいのかな。東峰かな。ありがとうございます。あ、鬼ヤンマーがかっこいいですね。失礼します。ああ、そうですね。本当ですね。はい、戻ってきました。高田で、あ、お疲れ様です。汚いタオル落っこってませんでしたが。あ、マジで？あ、さっきの人が横に置いときましたとか言ってたから、登り始めたあたりに落っこってたんじゃないですか。降りたな。分かれ道あたり。ありがとうございます。いえいえ。よかったよかった。多分先行った人かな。助かりました。こんなタオルでもないとやっぱり不便で。ね、汗拭きて。戻ってきました。さっき大岳の方に行く分かれ道のところで、一緒に頑張りましょうって言ってたお方が、後から来て、拾って持ってきてくれましたね、頂上まで。やったー、よかったー。こんなタオルでもね、ないとやっぱり、汗拭きたいし、鼻水もたまにはすすりたいし、みたいなね。帰りは急だから今度転ばないように気をつけなきゃな。ぐーっと降りて、登って降りて、また登って降りてって、まだ大変だな、道のりが。頑張りまーす。田代平との分かれ道まで戻ってきた。じゃあ田代平の方に行かないで、このまま小岳、あと1キロだって、小岳まで。意外と降りてきちゃったんだなぁ。頑張って登り返します。高田大岳、振り返ってみたらなかなかかっこいいな。急登だったけど。あ、小岳まで戻ってきましたよ。12時24分25分。ここは風通しが良くていいや、気持ちいいわ。で、降りて、また大岳を登んなきゃいけないというね。あと、500ミリリットルもないね。400、350。350ミリリットルぐらいしかもうなくなっちゃったな。どっか水があったっけ。あ、分岐まで戻ってきました。12時45分。本当は大岳の方に向かいたいんだけど、大岳まで900メートル。なんだけど、なんか水場がないみたいだから一旦、ちょっと水場に戻って、水分、水補給してから、また戻ってきまーす。100メートルぐらい行ったら水場がある、はずだから。あそこら辺が水場だったような気がしたんだけど、ここ違うのかな。水場どこ？出てないけど、せせらいでるけどな、多少。これじゃ汲めないな。出てるのかな。八甲田清水辰五郎って書いてありますね。水はパイプ出口から受けてください。中から汲むと後の人が迷惑します。なるほど。だって出てないよ。しょうがない、桶で汲むか。あ、すいません、なかなか助かる。水補給したー。助かりました。ちょうど。これで大岳向かいまーす。あんまりじゃんじゃん出てるわけじゃないけど。ありがとうございます。
まさかエキノコックスにならないでしょうね。ならないよね。よいしょ。結構登りごたえありそうだな。これもまた。頑張ります。よいしょ。こんにちは。はい、あそこ来たんだな。別れ道まで来ました。まあ左行ったらスカヤにそのまま降りれるのか。でも井戸岳の方に行きたいんだよな。できればあれがそうかな、あれが井戸岳なのかな。南部避難小屋ですね。金があるけどちょっと恥ずかしいから鳴らすのやめとこう。ここだな。それ頑張っていこう。とりあえず20分でちょいちょい行けるみたいです。高田大岳、小岳、大岳、そして河口だね。じいちゃん、井戸岳の方結構ダイナミック。あ、ここは風がないね。いいね。道もいいし、そしてさっき言った通り景色はなかなかいいですね。風吹きさらしますね。すごく街が映ってる。高さが60メーターあります。溶岩や火山灰の出露が陥没して窪地となったのが噴火口です。岩木橋、岩袋などが見られます。水分の少ない礫岩地に生息することができます。1550メートルでーす。そしたらここから、あそこは赤倉岳っていうとこだね。標準タイムで10分ぐらいで行けるそうです。行ってみます。今2時22分。2時半は無理だな、もう今日疲れちゃってるから。2時32分までに着きます。
赤倉岳来ました。ただの通過点っぽいね。なんかこっち道あるけど通行止めになってる。はぁ、赤倉岳の頂上からの景色です。あ、祠がある。ご挨拶してそして帰ろう。珍しいのかな、俺のことが。で、あ、ここが赤倉岳なのか。いや、多分違うな。さっきの看板のところが赤倉岳だな。ちょっと急激に爆発したために山腹まで吹き飛ばされてしまいました。だって火山エネルギーが大変強大であることが想像できます。から赤倉岳頂上までは断崖の縁に道がつけられております。強風などの場合は危険ですからね、足元には十分注意してくださいねって書いてありますね。あ、じゃあやっぱりさっきの標柱が立ってたところが赤倉岳なんだね。ここら辺全部吹っ飛ばされちゃったってこと。こっち側が、こっち側かな、こっち側がそうだってことなのかな。遠くに祠見えますね。じゃあこのまますぐ 1.2 キロ行ったらロープウェイで、でこっちに行ったら帰りはこっちだね。スカユ 5.8 キロ、意外とかかるな。まあいっか、とりあえずじゃあこのぐるっと一周してきてみようか。パーなんだ、タモヤチ、タモヤチだけ、タモヤチだけ一周してきてみよう。とりあえず日が暮れるまでには降りれるべ。タモヤチだけ自然研究路、ゴールドラインだって。60分コース、これ1時間もかかんの、ぐるっと。あ、行かない、ロープウェイの方には行かないからね。とりあえず僕ぐるーっとこうこんな感じですね。戻ってきます。一応時間覚えとこうか。2時56分、3時前です。じゃあ、あのタモヤチだけちょっと行ってみます。岳の上また雲かかってきちゃったね。あれ井戸岳とかかな、であれが赤倉岳かな。よく歩いた。まだ終わってないけど、平らになった。タモヤチ岳頂上もうすぐじゃない。とりあえず来てみたけど、あ、なんかこれ違うんだ。ハイマツ、ハイマツの説明だね。タモヤチ岳の頂上のさ、なんか印ないわけ。ちょっと見てみようか。タモヤチ岳過ぎたね。あそこだね。やっぱり、ハイマツの看板があったところだね。なんだー。あ、でも景色。あそこがロープウェイの乗り場だね。
今日は用事ないけどね。あ、椅子あった。ちょっと一回ザック下ろして水出そう。戻ってきました。分かれ道けなし隊方面に 5.8 キロだって。スカユまで行きます。次 5.8 キロ。大丈夫かな、暗くならないかな。どんな道なんだろう。歩きやすければいいけどな。道から20分ぐらいかな。3時53分です。スカユまで 3.3 キロ。だって。ああ、いいとこ出た。また。暗い。青だけよく見えるじゃん。井戸だけ。赤倉だけ。その向こうに小岳と高田大岳とねあるんだけど、こっからじゃもう見えないね。写真撮っとこうかな。急ぎ足でちょっと今歩いてきちゃったけど、なかなか素晴らしいとこですね。湿原って言っていいのかな。はあ、あれタモヤチだけかな。あ、そうだね。であれがリフト乗り場で、クヌマって書いてある。クヌマってところなのかな、ここら辺は。はあ、癒されますね。ああ、なんかいい景色。下の方も湿原になってる。湿原だ。また池に雲が映っていいね。花も綺麗。ああ、こういう休憩所があってありがたいですね。高田大岳まで 4.7 キロ。スカユまで500メートル。あと500メートル。あ、駐車場見えた。もう少し。あ、5時までには降りられるね。おそらく。よかった。明るいうちに十和田湖近辺走ってみたいから、急いで帰り支度して。走り出そうっと。よっこらしょ。戻ってきた。行ってきましたよ。あ、ここに書いてあるね。どこ？あ、ここが現在地。こっち行ったんだね。こっち行って、まずこっち行って、高田大岳まで行って、また戻って、ピーと行って、井戸岳行って、赤岳行って、ぐるーっと、タモなんだったっけ？タモヤチ岳だけだったっけ？ぐるーっと行って、で帰ってきた。疲れた。どのぐらい歩いたんだろう。距離。そんな歩いてないのかな？思った方が。18キロしか歩いてないかな。大して歩いてないのにすごい疲れましたよ。お疲れ様でした。
涼しげな水だな。羨ましいな。飛鳥湯温泉ってここなんだ。へえ。あと階段登って終わりだ。トイレの横の階段登って、無事に帰ってきました。ただいま車もガラガラだもん。下山してきたの最後の方だもんね。はあ、疲れた。終了。トイレの前に靴洗い場あります。ありがたいね。ちょっと洗っとこうかな。帰り自宅して、エリフト向かおう。いるかな？おられるかな？いなくなっちゃったかな？あれ？いなくなっちゃった。あ、いた。じゃあ帰ります。どうもありがとうございました。どうもお世話になりました。とりあえずスキヤに向かいます。スキヤまで50分。明るいうちに、よいしょ、景色のいいところ。え、なんかあったよ今。写真撮ろう。よいしょ、写真撮ろう。あ、東北大学、東北大学の植物園なのね。なるほど、そういうわけね。よし、この人の後ろついていこう。いいね。はい、酸ヶ湯温泉の駐車場出発します。5時29分。はあ、バッチリっすね。大岳見える。さようなら。もう来ないだろうな。なんだか意外に疲れちゃいましたよ。まだ疲れてるよ。やっぱ寝不足で栄養不足だったかな。失敗した。昨日ちゃんと栄養をとってよく寝てから来るべきだった。わ、よいしょ。今日はちゃんと食べて、フェリーでシャワー浴びてゆっくり寝るよ、寝るぞ。十和田、八甲田、唐松峠、1040m だって。なんかいい道っぽい。うわうわ、全部山見えるじゃん。こっからだと。でも反対方向になっちゃうな。向こうから来る分にはよく見えるんだけど。気持ちいい道が。なんか北海道チックなところ来た。北海道っぽい。十和田になるのかな、ここら辺は。いいですね。うわ、後ろに大岳とか小岳とか見えるよ。
映しとこうか。あ、逆光で逆に眩しすぎる。タカ？トンビ？カラス？カラスじゃないな。でかでっかいな。なんか富良野とか走ってる感じ。牛もいるし、いいところ。これツーリングには最高の道じゃない。もう夕方だからみんないないのか、ライダーは。いい道だった。スキヤ到着。空いてるとこでいいわ。ここ止めたら足つった。やば。到着。フェリーフト。やば。1時間半前に受付を済ましてくださいってそういえば言われてたのに、もう1時間半前になっちゃったな。やばいな。怒られちゃう。よいしょ。向こうかな。向こうだな、これ完全に。多分あそこら辺なんだよな。てててててれれれ。受付やってないんだけど。さっせんバイクどこっすか。さっせんバイクどこっすか。うん、あの青い看板見えます。青い看板。あら、人が今、あ、白いヘルメットかぶった人。はい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 。どこにちょっと行ってもらってもいいですか。あ、わかりました。まだちょっと受付もやってないんだよな。今もう乗ってっちゃったんです。え、今バイクもう13台入ってきた。え、もうバイク13台入ってきたんで。あ、入ってっちゃった。だからもうあそこで、ま、ちょっと待っててください。前でなんか呼んでるね。まだ受付やってないわ。やってない。ごめん。じゃあ一応ここで OK。あ、OK。で、うん。うん。手続きの方。そこでやっ。遅刻ギリギリだった。他のバイクの人たちはみんなもう乗船しちゃってるって。最後だって俺。危な。のんびりしすぎた。OK。 映った。あら、 OK。 さあ乗船です。もう寝よ寝よ。ガクン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 。2階です。はい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 。ほほん。バックだよ。あ、ここバック。あ、ここ。あ、わかりました。じゃあそっち行って。直線にタイヤ乗せるように、うん、オッケー。もうちょいか。オッケーです。ヘルメットハンドルロックします。ヘルメットをミラーにぶる下げといて平気かな。ちゃんと固定されてれば。あ、ちゃんと